皆さんこんにちは。この特集サイエー、戦後日本ドキュメンタリー映画最高ですけれども、これは実は昨年2020年の1月下旬から3月上旬までに、行われたはずなのですが、残念ながら、新型コロナウイルス感染症の、ために、企画を途中で、中断せざるを得なかった、その、上映できなかった部分の再度上映するという企画であります。しかし、この特集はですね、実は、1950年代から、2000年頃までの作品66本を、扱ったものなんですけれども、1本の作品につき2回の上映を考えていまして、その1巡目は、終わったんですが、2巡目の途中であったということで、実はその、2巡目のそうですね、全て上映が終えられた映画と終えられなかった映画がで、その前半のものというのはむしろ、戦後すぐから1960年代の前半までに、作品を撮り始めた作家たちの作品でありました。したがって今回、上映される作品はむしろ、1960年代の後半から映画を撮り始めた作家たちの仕事がメインになります。今回それの象徴しているのが、今回の企画の一番が、地下広場という作品で、これが新宿の西口でのフォークゲリラの、世界の変革を、について議論する人たちを捉えたという非常に自由な、カメラによる作品であるわけですけども、それなんか非常に象徴していると思います。でこの、時代よりむしろ後の作品が中心というか、もうそれだけになっておりますので、その特徴としてやっぱり思われるのが、一つにはそれまでの日本のノンフィクション映画にあったようなプロデュース的な制約とか、あるいは技法的な制約とか、そういうような制約に縛られず、まさにカメラの自由というものを謳歌できる時代が訪れようとしていた、そういった一面があります。またそのことによってドキュメンタリーというものが一つの、作家によって作られるものであるという、そういった作風のものが一気に現れてきた、そういう時代の作品を集めた特集になっているかと思います。例えば、舞踏家の大野和夫を撮影した大志の肖像という映画などは、むしろ映画作家と大野和夫とのある種対決のような形で撮影が繰り広げられています。それからまた原和夫監督の極視的エロス、こういった1974という作品は非常にこの時代の象徴的で、自らの恋愛というか、むしろ性愛の中に大きなテーマを見出した非常に衝撃的な作品と言えるかと思います。それから6箇所人間記という倉岡明子さん、今村信樹さんの作品ですけれども、これなども単に、青森県東部の、国土開発の、に揺れるその土地を、取ろうとしたというだけではなくて、むしろその、作り手たちが、ずっと取り続けることが一種の旅になっている、その旅の記録としても、見られるというのが特徴になっている、そういう面白さを持っています。それからまた破天荒な撮影というもの意味では、黒田照彦監督のザ・魚マンという作品が非常に象徴的かと思います。漁師というか、遠洋漁業の船員であると同時に映画カメラマンであるという、そういうような、撮り方というものがやはり、この時代であることが可能になってきただろうというふうに、考えられます。そんなわけで、この特集というのはある種、単にその時代のことを知るだけではなくて、むしろ現在の私たちが今後の社会をどう考えていくかということのある種の契機として考えていける特集になっているのではないかと思います。そしてその時代を見るという意味では、例えばだんだん1980年代というのはある種消費社会に浮かれているような時代とも言われますけれども、その中に80年代の中頃に山やられたやり返せのような衝撃的な作品が生まれたりするという、そういう意味でも時代というものを必ずしも一面的に見ることができないということも、こういった作品群から見えることがあるだろうと思います。そういうわけで、昨年見ようと思ったのに見られなかったということで残念がある方々も多かったとお聞きしています。この機会にぜひ国立映画アーカイブの
今度はショーホールではありますけれども、いらしていただいて、そういった作品に自らの目で、対峙していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。